今夜スペイン戦ということでね。そうですよ、スパニッシュな夜になるわけですね、きっとね。いや、フラメンコな夜になるかはどっちになるんですか。いや、盆踊りにしてやりましょう、先生ね。生きでいなせな、魚菓子みたいな夜にしてやりましょうね。よく出てくるな。いやいや、でも染めていかないと、これね。そうだね。向こうの文化を尊重してる場合じゃないわけですからね。そうだね。やっぱりこう、なんていうのか、寿司食べたことあるでしょ、うん、もちろんもちろん。寿司食べてパエリアみたいにね、奥歯でガリッとなんか当たったことないでしょ。そういう丁寧さがありますから、日本の方がね、先生ね。そうだね。そういうことでしょう、結局。あ、ね、そうだね、うん、はい、このぐらいしかちょっとスピーク分かってないですけどね。どうなんでしょうかね。行ったこともないから分かんない。情熱的なイメージありますけどもね。そうだね。あの朝の動画の方で今夜のスペイン先生でお分析して、はい、レビュー十分にチャンスあるんじゃないかとね、はい、いや、あると思いますよ、全然ね。そうですけれども、しかし、なかなかのメンバーが揃ってるってことですが。うん、そうですね。ただ、でも、今まではね、日本は対策してきたらね、うん、そういうのが得意な国だというのは先生いつもおっしゃいますが、私もそう思います。ね。うん、ただもう、そろそろスペインもですよ、ここのところいっぱい当たってるし、うん、煮え湯も飲まされてるわけじゃないですか。まあ、日本が飲ます煮え湯っていうのは、まあ、昆布だしなんでしょうけどね。っていうこともありますので、これスペインもね、先生結構最近はこう対策してくんじゃないのっていうさ、いや思うよ僕も。そういうのもありますか、どうですか。でも、うん、ちょっと思うところとしては、うん、これカタールワールドカップ のスペイン戦プレーウェイでも僕は言ったことなんですけど、ワンワンのデュエル力、ワンワンのデュエル力、はい、は僕は日本の方が単純に上だと思うんです。あ、そうですか。うん、やっぱそれは相撲柔道の国だからですか。でももしかしたらそういうやっぱあるじゃないですか、ね、DNA 的な要素。ここはやっぱりね、闘牛の国ですから、ひらりひらりとかわすわけでしょ、うん、そうですね。我々なんかちょっと相撲心でございますから、赤いユニフォームなんか着られたら突っ込んじゃいますよね。だからこれ赤着てもらわないと困るなーなんつってね、先生ね。日本は青青でしょ多分ね。なんで僕は軽く青赤なんじゃないかなっていうね。そうだろうなぁ、ございますね。そうだ、ひらりひらりとかわしていただいてね、気がついたらゴール前開いちゃったなんてことになっていただきたいですけどね、これね。どこにね突っ込んでいきたいところですけど、だいぶ意識はされてんじゃん。ある種リベンジマッチ的なことがあるんじゃない。まあね、でもお互いリベンジマッチですよね、うん、東京セダンリベンジマッチをこのパリ大会でありますしね。まあ決して舐めては来ないでしょうね。じゃあ先生が ね向こうの分析官だったとしましょう、これね、新しい試みですよ、これは、うん、日本のこう弱みというか、日本がどうやってくるからどうやっていこうっていうね、うん、朝の分析と逆のことで考えると、うん、どういう考えになりますこれは。まあでもね、それだったら藤田ジョエルチマをサイドにちょっとずらしたいですね。ああ、なるほど。うん、で真ん中突破していきたいってところになってくるんじゃないかな。ずらすためにはどうしたらいいのかな。そのためにはまず水戸俊介を、うん、か山本理人を食いつかせるってところにやってくるんじゃないかなと思いますね。インサイドハーフをね。そうですね、細谷真央が多分アンカー版をやらなきゃいけないってことはもう間違いないと思うんで、そうそう、切るセンターバックからの、そう、なのでセンターバックから他の選手へのパスコースを次に切る役目っていうのはウイングかインサイドハーフになるわけですよ。でそこにだからちょっとなんかさらしておきながらちょっと食いつかせて、なるほど、中盤のバランスを崩す、そうで、うん、ジョエルがどっかのカバーに入らなきゃいけないってなったその逆のスペースを真ん中開くわけね。そうですね。あーはーはーはー、なんてことよ。おい、被告民。ああいうことどう言うんだ君は。謝罪したまえ。え？誰だやれっつったの。全国民に謝罪したまえ。あ、なるほどね。あ、でもちょっと面白いですね。これ逆から見た日本っていうのはね。そんなところだと思いますね。やっぱ狙ってくんじゃないかと。ある種スペインサッカーそれ得意なんじゃないですか。それは得意じゃないかなと思います、うん、だからそういうその無駄な晒しみたいなところに、うん、はい、もうそれやってくるの多分日本側も分かると思うから、何クソってので食いついちゃわないようにしたいですね。ね、うん、ね、こうアヒージョとかって急に行くと熱いわね、あれね。うまそうだなんつってね、お吸い物みたいに口つけたらもう大変なことやると、それがスペインですよ先生。燃えてるんですからね、これちょいちょいしてから ねバケットつけてしならしてからね、バケットもあんなカチカチのやつがしな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 ってなるぐらい
ね、もうあ地獄の釜で似たようなのが出てきますか、アヒージョ。ね、それは名前もアヒージョですよ、あれはね。っていうぐらい気をつけないといけないってことですね。そうですね、そうですね。あんな透明なすまし汁みたいに見えてますけど、まあ熱いですから。さらされても食いつくなってことですね、先生ね。間違いないですね。そうですよね。なるほどね。で、あとはもう、まずあれですね。そんな、だから、ちょっとここまで、もう、大岩ジャパンは3連勝、うん。しかも3試合連続完封勝利ってところで来てますから。なんかあれらしいですよ。3連勝したチームでメダル取ってないチームなんかないらしいですよ。すげえなぁ。なんか、大体、なんか、だいぶぼやっとし言いましたけど、私。ほぼほぼ、ね、ほぼほぼ取ってんじゃないかっていうね。うん、でも、だから、これでしかもスペイン戦も勝つっていうふうになると、うん、いよいよもうマジで全員ヨーロッパからもうあれですよ、マジの目つけられるでしょ。全員。うん、目つけられて、なんでお前はこの間西高の番長倒したらしいな、つって。やっちゃうんじゃないかっていうこと目つけられる。やだなぁ、学校行きたくねえなぁってならない、それ。いや、全員ヨーロッパチームへの移籍ってのは結構現実的かもしれなくなりますね、うん、それはね。まあ、すごいいいことですけどね。各チームからね、所属クラブからすればもう悲鳴でしょうけど。悲鳴ではありますけど、まあ、もう日本なんかのためにはいいことですね。うん、そうですね。ってことにはなるんじゃないかと思う。まあ、そういうところででも、だから日本サッカーのまた、だからさらなる新しい景色になるかどうかっていう、まあ、スペイン戦ってことになるんじゃないかなと思っていますね。うん、どうなんですか、こう、得点は何対何ぐらい、うん、あの、ロースコアで進むのか、ね、うんうん、割と打ち合いになるのか、まあ、それは展開次第でしょうけどもね。まあ、でも、ポジションがどのぐらいになるのかとかね。僕は前半1点も動かない 0-0 で。なるほど、これはポジションは64対。あ、でもそういうことでしょうね、60何パー対もう40何パーの試合だと思いますけど、うん、なるほどね、100超えてない、今の言い方だと50 いや超えてないよ、私。そうだ、60何パーって単純な、ね、暗算があんまりできないんだよ、私ね。俺も60パー対40パーって言おうとしたったら間違ったね、筆算にしないと分かんない人だった昔から。、うん、そうですか、そうだね、うん、はい、まあ、っていうところはあるすけど、うん、まあ多分大岩ジャパンからすれば前半 0-0 って毎回想定しながらやってるっぽいんですよ。なるほどね。うんうんうん、それでいいっていう。で、相手をこう、じらさせるっていうのが、やっぱり、やり方の一つと。チェックしてね。うん。あの、やり方チェックして、分析して、後半の交代策も含めて、バチコン戦えばいいじゃないかと。そうですね。うんうんうん、っていうところで、日本としてはやっていく。特にトーナメント入るわけですからね。ええー。うん。一発勝負的なところありますから。そうですね。うん、まあ、なんかやっぱりマリ戦とかイスラエル戦とはもう全然ね、もういろんなものが違うと思いますけど、これからおそらく戦っていく国っていう風になるのが、まあスペインだったり、まあ準決はアメリカとモロッコの勝者ですけど、決勝はおそらくフランスとかアルゼンチンが出てくると思うので、まあ言うて強国じゃないですか。うん、だから強国、うん、来たと思うんですよ、あの、そういう時代が。うん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 、トーナメントボーナスステージみたいにどっか持ってたとこあるんですよ。ね、あの、初戦だっつってわーって準備の報道とかわーって頑張ってね、うんうん、グループリーグ1回勝った、1回負けた、1回引き分け、抜けれたーみたいな、次の相手は強敵なんじゃない、絶対負けられないみたいな、うんうん、っていうよりもこっからでしょっていう感じにやっと我々こう思いに至るようになってきたっていうこと、ね、なってきましたね。ないですかこれ、ちょっと思う、ね、見る側的にもやっぱこう歴史を経てね、本当に嘘を偽りなくそういう気持ちになってますよね。ここで負けたらなんかどうしよう、なんか、なんか何もなかったみたいな感じだよねみたいな、うんうん、生意気ですけど、こういう、ね、意識の差が変えていくんじゃないですか。いや、そうだろうな、なんでいいとこ来てるじゃないですかこれ。いや、いいと思いますね。そういう意味では新しい景色を見せてくれるじゃなくて、新しい景色を先に見た方が、うん、勝つんじゃないですか。ああ、ね、それはあるかもしれないね。ね、ちょっとなんかわかんないですけど、ぼやっと言った割には割といいこと言えたんじゃないかなっていう感じになってますけど、中身は何にもないですよ。ね、勝手に見ていこうっていうことですね。ね、そうね、新しい木ぐらいを手に入れた方がやっぱり最初にね、行動に実力がついてくるなんてよく言うじゃない、立場を一つ作るみたいなね。強国の感じでいればいいんですかこっちはね。でもだからなんかいいなと思うのがさ、まさにそのほらマリ戦イスラエル戦のところでもちょっとちらっと言いましたけど、うん、やっぱほら彼らはそれぞれの日本戦のところにおいて勝たなきゃいけない状況があったじゃないですか、うんうん、そうだね、決勝トーナメント行くためにね、食いついてくるわけいかなきゃいけないね、そうそうそう、うん、はい、でもだから逆にそうなってくることが分かるから逆にその裏を取っちゃえばいいっていうところで、うん、あ、なるほど、
日本の皆さんっていうか普通だったらなんかやれそうであれば、うん、点取りに行きたいし、うん、自分活躍したいしとかあるじゃん、うん、はいはいはい、だから今回のメンバーってそこら辺の意識が、うん、なんか90分間通して何をやりたいかみたいなところが統一されてる感じがあって、なるほどね、うん、でもスペインはそういうの焦ってこないんじゃないですか。スペインだって言ったら90分で日本を崩せばいいぐらいの感じで、あれですよね、ね、何、うん、この冷製パスタとアヒージョを繰り返し出して落差出してくんじゃないですか先生これ。ただ例年に比べると、うん、もうちょっと若いとかそこまでだから経験がいわゆるちょっとそう若い方々なので、そうか、そこをやっぱ日本のね、うん、熟練の技術でどうしていくかっていう、あのセンターバックが若いっていうのがチャンスだって言いますよね。そうですね、あの人は何でした、クドゥス、クバルシ、クバルシ、うん、配るし、なんちゅうのやっぱりね、これからはビッグタレントになっていくんでしょうけど、まだその限りではないわけでしょ。そういうことですね。そこは向いてあげましょう、こっちが。そうですね。試合中に向けちゃやいよ。ね、終わってあの悲しみと苦しみと悔しさを苦に後で向けて世界的にどうせそうなんでしょう、そうなる人なんでしょう。ね。なっていくだろうからね。うん、あの試合中に向けちゃやいよ、本当ね。うんそれは間違いねえな。でもそのあれだね、だからこう有利っていうのは面白いね。そうですね、うん、だあとはもう我々としても多分大岩ジャパンも狙っていくのは、うん、もうアディショナルタイム前までは 0-0 でいいって多分やると思うんですよ、うん、はいはいはい、はい、でもうそこら辺まで来たらおそらくじれてくるから相手が、はい、はいはいはい、そこでこの間の細谷君の一発みたいな感じで一個決めれれば大丈夫ってサッカーやると思うので、うんうんうん、我々も見ながらで早く点決めてっていうふうに思うと思うけど、じれずに見ていきましょうと。選手を許した場合は どうなりますか、こんな勇気ね、こんな演技でもないですけど、だって相手はティキオとタカオですよ。そうなんだよね、ティキオからタカオ、タカオからティキオ、ね、うん、同じパエリアの、うん、同じ釜のパエリアを食ってきたやつなんですよラ・マシアでね、そうでしょう、多いんだよね。ただね、だからまず確かにクバルシ君がまさにそうだったと思うんですけど、スペインは3試合目めちゃくちゃターンオーバーした結果エジプトに負けたわけですよ、うん、ターンオーバーってスペイン語でなんて言うんだろうねどうなんだろうね、オベールでターナルだろうね、オーバーをねオベールって言うんだよね、オベールデラデラー言うもんねスペインならね、オベルデデアデラタタニーでしょ、うん、押してきてるからねあいつらは、あるね、でその時はだから、うん、スペインのベンチメンバークラスだとエジプトの主力クラスには敗れちゃうぐらいの、そういうことですね、そう考えるとそういうことですね、うんうん、ただ実はその中で一人出れない選手も実はいて、クバルシ君、はい、出場停止だったんですよ。あ、ほうほう、と要は1戦目と2戦目でイエローもらっちゃったんですね。いわゆる90分出るとどっかでイエローは出しちゃう。じゃあクバルシ選手なんかスタメンじゃないんじゃないの日本戦。いやでも能力は間違いない、うん、能力間違いないって決勝トーナメント初戦は硬くなるよ、そんな17歳でしょ。そうでしょ、17歳ってね硬くなる場所が違いますからねひどい怒られろあのね、止まらなくなるんですよ私ぐらいの年になるとこういうもう地獄ユーモアが、ごめんなさいね、ごめんなさいね、はいはいはい、まあでもだから、うんうん、ある意味では相手からしても多分狙ってくるのもしかしたら高井くんかもしれないですね。ああまあ若いもんねこっちもね、うん、ああそうか、だから、うん、どっちの若いセンターバックがそれこそ一皮向ける瞬間になるのかってのもちょっとポイントかもしれません、ね、なるほどね、うん、今一皮向けるが気になった方は私同類でございますので、ね、ありがとうございますまあだから若者の力、若い力若いもあるのやめてください、もう若い力にどうかけるかっていうことですね先生ね、そういうことですね、逆に言えばどう若者ものをいびるかってことですね。そういうことでもありますね。そういうことですね。うん、田中君ね、こんなこともできなきゃダメだね。もう君何年目？ね、まあ僕の頃はまあそういう時代、まあ今はねあんまり言うと怒られるから僕も言わないけどもね。まあ僕の頃はこういうことはもうまあ自分から進んでやったもんだよ。そして何今食べてるのそれね。うん、イカ、ああそうイカ、その前はあそうだね、うん、カツオ食べてたね、俺の頃はカッパ巻きから食ったもんだよね、うん、
ね、いかにおごりだってたってそれね、バカ食ったもんだよっつってね、大将なんつって嫌な嫌な上司ですね、ほんとだわ。でもそういうことでしょ。そういうことですね。どう意味るかでしょ、ね、そうだね。あら、くばるしこさんつってね、お掃除は朝晩ちゃんとしてるとね、ちゃんと聞いてましたけど、この仏壇のこのスッとしたらこの指につくこのなんで白いものは何でしょうかね、ほこりじゃなければあなたのおしろい、よくもそんなめかし込む暇があってよね。私のこれやっぱ時代かしらね、なんつって。ほら、高尾が泣いてますよ。高尾。ティキオと高尾の高尾だな。ティキオはどこに遊びに行ってるんですか。あの子があんなにだらしないのもね、あなたの子くばる子ちゃんのあれのおかげじゃないの。なんつって、あ、いやいやだ。ちょっと腰が痛い、ちょっとさすってちょうだいみたいな。ことじゃないですか。それすべきですよね、やっぱりね。これどっちがどっちに誰に言ってるのこれ。本当だよ。どういうことなの。いやー、スペイン戦ね、だからね。スペインの若者をいびるっていう感じで言ってたんで、うん、ティキ高尾にしたの先生がティキを入れたことでスペイン側の話になっちゃったから今。ね、スペインが自爆する話になっちゃったから今ね。そうじゃないのよ、相手の若者ということだよこれね。高尾にした私が悪いんですけどね。そうだよ、その昭和っぽい名前ないかなと思ったら偶然出てきた高尾。そうだね、たまたまね。いや、あ、ね、うん、あ、はあはあ、やってみましょう。同時昭和ね、盛り上がっていきましょう、はい、これね。はい、夜ね、またやりますんで、皆さん、ちょっと、緑赤本編の方によろしくお願いいたします。わーわー言って、行きたいですね、これはね。行きたいですね。やっちゃいましょう、これは。お願いいたします。お願いいたします、ね。はい。はい。緊張してきたね、これね。そうだね。でも、まあ、勝ってくれることを僕は信じたいですね。信じたいよ、もちろん。勝つよ。したい、うん。勝ってくれるよ、大丈夫だ。だから、その、こんなに楽しかったオリンピックがね、終わってしまうロスが、もう今から怖い。うん、ちょっとそれは怖い、確かに。そういうことでしょう。うん。付き合いたての感じよね。付き合いたての女子の感じよね。楽しすぎて怖いのっていうね。あるよな、ね。そうそうそう。私もあの小さい頃からディズニーランドとか連れてってもらうと楽しすぎてね。あの入り口、ワールドバザールぐらいでちょっと怖いもん。いつかこの時間が終わるんだって。楽しすぎる。わーアホちゃう、アホちゃう、ね、っていう笑う、なるほどね。一日も早く、一日も長く、続けたいですね、うん、男女ともね、これね。そうですね、うん、信じましょう。そうですね、うん、はい、内閣官邸に呼ばれますよ、みんな金メダルとかって、ね、いやそうだよ。そうですね、でわざわざスペイン戦勝ったらとりあえずもうあのね、あの6試合やることが確定しますから、岸田首相にね、うん、挨拶ってか報告に行って、行ってね、岸田首相が非常に頑張ってくれました、ね、ただ私の若い頃、ね、そんな浅いお辞儀ではなかったと。自由民主党ですね。あんたも言うかい、そんな腹立つわ。頑張れ、お前も頑張れ、ね、そういろいろ頑張れっつってね。ニガムシカムシカンニムシ言いながらね、これね、うん、それはまあわかりますけど、わかりますけども円安の方どうにかしてくれませんと困りますな。ちょっと常会長入ってたんだよな。我々サーカー協会でもいたしましたけどね。このまま円安が続きますとですね、いろいろ困りますね。困るね、ちょっとね。おいつね、お前そういうこと言うな、お前、ほら。おい。お岩さん、黙っててください。その件に関しましては、我々、自由民主党といたしましても。いや、国として答えてくれよ。自由民主党じゃなくてよ。前書の末、最大限の努力を、いたしていきたい。本当ですか？もうやめや、もうやめや、ちょっと笑って笑って。場所どこなんだよと思って。首相官邸でしょ。記者もいるわけですよね。そうそうっすね。
まあ、そんなようにね、頑張っていただきたいですね、これね。ありがとうございます。ありがとうございました。テンプレで喋ってる人のそのなんて音程って面白いよね。我々自由民主党といたしましても。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、当チャンネルはね、政治信条その他の団体とは全く何のつながりもございません。ね、何のつながりもございません。あるところではございませんということをですね、高らかに訴えつつ、前哨していく次第であります。ここにその約束をさせていただいて、今日はこのチャンネルを閉じさせていただきたいと、思っております。そして先日私が同時視聴配信朝寝過ごした件に関しましても、ここにお詫びと哀悼の意を表するとともに哀悼の意前向きに善処することを、我々自由民主党といたしましょう。本当に怒られますよ。本当に怒られるよこれ。ね、ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、ありがとうございました。今夜、全員戦、やってやりましょう。はい。サブちゃんでした。やってやりましょう。明日はね、喜びのサブちゃんが撮るといいですよね。うん、そうですね。ということで、ありがとうございました。どうも皆さんどうでした？じゃあねー。またねー。ありがとうございました。